えー、皆さんこんばんは。 今回ちょっと緊急で動画を回してます。今少しですね、エープムーブに関して問題が一つ発生していまして、まあこういったことはこういうプロジェクトでは起きてくるのは当たり前と考えた方がいいと思うんですけども、今7月24日の7時半なんですけれども、そろそろレベル10の靴をですね、完成させて歩き始めた人が出てきています。その中で収益報告っていうのをしてる人もいてですね、そこで問題が一つあります。当初の予定していた収益が全く稼げ 続けていないとその当初の予定していた収益というのはですね、こちらのエープムーブのホワイトペーパーに記載されているスニーカーの種類という項目の最適な速度での収益例っていうところですね。ここをみんな参考にしていました。ウォーカーなら1エネルギーに対して4エープ、ジョガーなら5エープ、ランナーなら6エープ、トレーナーなら4から6.25エープ。 これはステップンと同じでこれぐらい稼げるだろうなっていう目安でみんなここを参考にしていました。僕もそうです。ただ、ここにはユーザーのエープリターンは性的ではなくいくつかの要因によって変動する可能性がありますと記載があります。で、今回がここの言葉をですね、使って少し運営が再興したと。それがストレステストって呼ばれるやつでわかりやすく言うと急激な経済圏の崩壊を防ぐために運営が最初は稼ぎを少なくしている。 いう状態ですというのもですね今回のこのゲームトークンであるエープの急激な上昇こちらに運営が少しビビっているようですね。 このエ e プムーブというですね、プロジェクトは、ステップンをベースにしてますので、ステップンのような失敗をしたくないっていう気持ちも方針としてあるようです。で、ここに来て、このエ p プの急激な上昇があったので、ステップンのですね、例えば B 国のような事例になるんじゃないかと。そうしたら、このプロジェクトはすぐに終わってしまうんじゃないかっていうですね、このエ e プムーブの考えがあるようです。 そこで行われたのが今回のストレステストです。なので、もし今から参入考えてる人は、ちょっと様子を見た方がいいかもしれません。というのも、 こちらの今チャートがですね、ストレステストのことを受けて、今売りがガンガンと入ったんですよ。さっきまで10ドル付近まであったのが8.5ドルまで下がった。これだけですね、急激な売りが入ったと。これは明らかにそのストレステストの影響だと思っていて、一部のユーザーが呆れてしまった。これじゃあレベル10にしても意味がないじゃないかっていう税がいまして、じゃあもうエープトークンいらないやって言って売ってしまった人とか、まだエープ上がるかなーとか言って持ってた人がマイナス7年、ね。 ニュースを受けてこれはやばいと思って早期撤退したかそういった人たちの売りだと思うんですけどこれがどれだけ売られていくのかっていうのがちょっと今読めませんこちらが最近の相場の流れなんですけどもまあ、ここからですねずっと新規参入者レベル上げのためにエープを購入した人たちが靴のレベルを上げてバーンしていった流れがここで見えますなのでその人たちはもう売れないんですよねエープをだから相場の下げもそんなに急激ではないともしもこの買った人たちが売れる 状態であればもうすでにガーンともっと急激に下がっていると思いますただレベル上げにテープを消費しちゃってるのでそこまでの売りは入っていないと僕は見ていますで今ここが買い場かと言われるとそうではないと思います今日の夜から朝にかけてちょっと様子を見ないとここからまだ下がるのか横で行くのか上がることはないかなって僕は見てるんですが正直どうなるかわかりません運営はですねストレステストを行っていてそれがいつまでかっていう話はですねまだ今のところ不条 してないんですよねここからね、運営の手腕が試されるんですが、運営の基本方針として、プロジェクトを長く続けたいっていう気持ちが強いので、ここはちょっと盲点でしたね。というのも、エープムーブはですね、ステップンをベースに作られています。なので、ステップンの失敗例っていうのを避けて通りたいわけなんですよね。とか、他のプロジェクト、ムーブ Z とかキャロランとかランブロックスとか、そういった事例を見てきた中で、私たちは成功したいと。その成功とい というのが長くプロジェクトを続けることだと、エープムーブはおそらく考えているはずです。長く続けるイコール、みんなに長くいてほしい。つまり、原始回収を長引かせたいというね、悪い言い方をするとそうです。なので僕が散々語っていた、1日20エープで4日原始回収とかっていう話はここでなくなりました。まあ僕も考えが甘かったかなとか思いますし、まあ運営もね、今ここで言うかっていう話なわけですけども、なので結構ユーザーと今運営でですね、バトル が行われていたりとかディスコードでの動きが活発かなと思うんですけど、ディスコードやテレグラムとかですね。やっぱ今、不満が出てきていると思います。さあ、ここでユーザーが離れていくのか、どうなのかっていう部分ですよね。でも、これがうまい仕組みで、ユーザーは離れるに離れられない状況なんですよ。っていうのも、 エープを買って初期投資していますとでもうそのエープはレベル上げに使っちゃいましたとそうするとなかなか簡単に撤退できない状況になるわけですよねレベル10の靴を売らなければ撤退ができないしかもエープの価格は少し下げてきているので今撤退するならマイナスにもなりかねないこの短期間でマイナスになってしまうこの法則でですね撤退がちょっと難しくなってきてますもう損切りかなっていうところですね撤退するなら僕も実際撤退も 視野に入れてます今ですね、レアのトレーナーのレベル10の靴というのはマーケットにはありません。しかし先ほど一足ありました。2.9BNB で約10万4千円ですね。で、もう今消えてるので、売れたか出品を取り消ししたかになると思うんですけど、こうやってですね、出品してくる人も出てくるのではないかと思います。ただ、そこでですね、エープの今の価格が8.6ドル。8.6ドルは約1200円。で、そこから80エープをかけると約9万5千円。 プラスですね、ベープがかかってきますので、そこにプラス1万として10万5千。 つまり、8.6ドルっていう価格で考えたときに、靴の適正価格は、10万5 0円プラス、時間をかけたことに対する料金ということになりますね。で、今、靴が一足もない状態なので、値段は自分でつけれる状態ですね。先ほどは 2.9BNB で売れましたが、例えば、10万5 0 0 0円と、まあ、時間的な費用で、まあ、1万5 0 0 0円ぐらい足しちゃって、12万、まあまあ、3.3BNB ぐらいだったら、今まだ売れるかもしれません。なので、ここで撤退 するか12万で売れたら僕の場合はですね原資が7万8千円ですので4万2 0円の利益が取れますなのでここで撤退するか持ち続けるかっていうのを悩んでいますエープの価格は8.6ドルで今ストップしてますねさあここからどうするかもう運営のですねここからの考えの表明と 動き方次第、今日決断かなっていうところではありますね。で、この状況で果たして靴が売れるのかっていうのも結構問題になってきますし、非常に難しい。で、公式のツイッターとかを見ると、まだですね、昨日のクイックアップデートから更新がされていない状況ですね。で、ディスコードなんかも見ていますが、やはりちょっとマイナスイメージがあるかなっていう感じですね。ユニークの靴、レアのもう一個上のレアリティ、ユニークの靴ならまだ妥協できるかなっていうと ととところの話かか出てたりとかレアだったらプラス6エープぐらいかなとか1日がですね6エープだとまあまあ7200円ぐらいになるんでまあそれぐらいだったら許せるのかなとか。 思ったり、まあ、僕が今まだレベル10の靴がなくて歩けない状態なんで、少しまだ何とも言えないですね。非常に難しい。で、ツイッター界隈の情報も見てみましょう。結果のシェアが今多いですね、まだ。レベル10の靴の報告は今まだ少ないなぁ。あ、ここに1個ありますね。相当 ROI きついみたいですね。今のところレベル1が一番 ROI 良さそうに見えますがと。あ、ここにもありますね。ステッププ参考ににレベル10で20エープほどになるかと算段して していたので少なすぎるかなと。 これに対しては、えー、公式がですね、インフレやゲーム経済の崩壊を避けるために、初期の ROI はストレステストされることを心に留めておいてください。そのため、後で多くの継続的なアップデートを行う予定です。みんなまた焦らんでいい、イージーイージーと書いてありますね。これ1時間前のツイートなんですけど、レベル10に上げても3エー上限になっている状況と、まあ、これがどうなるかっすよね。今、上限を設定されてるっぽいですね。で、その上限がいくつになるのか、ここから増やしてくるのか、 それとも維持していくのかでここにもありますね。公式には例えばウォーカーなら1エナジーあたり4エープとあります。今はエープ価格が上がりすぎているので、1ヶ月前後での原子回収となるようシステムを調整しているのだと思います。ねえ、そういうことか。 一ヶ月ならいいんですけどね。まだまだ。ただ、思うんですけど、今その計算をしたところでですね、相場は絶対下がっていくので、確実に原子回収の期間って伸びていくはずなんですよ。例えば運営が、そんなテクニカルな ROI を計算して、これぐらいでみんな原子回収できるようにしますねって言ったところで、このプロジェクトはですね、本ジの要素があるわけですから、そう計算通りにはいかないんですよね。だから、難しいと。かなり難しいと思いますよ。この先の未来が見えてる、 神様ぐらいじゃないと、そんな計算はできないと思います。だから、あまり余計なこと、あまりユーザーを呆れさせるようなことをしないでは欲しいなと思いますね。ちょっと今日のアナウンスを待ちたいと思います。皆さんは、これから始めるっていう人は少し静観した方がいいかもしれません。今ここ8.7ドルで。 下がってて、こっから上がるのであれば買いもできますし、まだ下がるのであれば今はやめた方がいいし、運営の動き次第となってきますので、やっぱりレアの靴は何も出てないですね。で、ホワイトペーパーに関しても変更はなしと。そんな感じでですね、今回の動画は以上にしたいと思います。ちょっとツイッターもやってますんで、なかなかね、ツイッターの更新サボったりするところがあるんですけど、これから頻繁にツイッター更新していこうかなと思いますので、フォローの方をお願いします。こちらが ID ですね。 というわけで皆さん、お騒がせしてますが、無理なお金ではやらないようにお願いします。僕はですね、自分のやっていることをですね、発信しているので、皆さんを煽ったりとかですね、やった方がいいよって言って、引き入れて新規参入者を増やそうとか、自分が人を巻き込んで儲けようとかっていう考えはないので、ちょっと慎重にお願いします。またですね、今日の夜中にも更新しますので、何か動きがあればご報告いたします。では、さよなら。